テレーセ・ヨーハウグは、ノルウェー、ヘイドマルク・ケンオス出身のクロスカントリースキー選手。2007年1月のノルウェー選手権パシュートで3位となって注目され、同年のノルディックスキー世界選手権代表に抜擢されると 30km で銅メダルを獲得する活躍を見せた。これは、同選手権史上最年少のメダリストとなるものであった。 さらにノルディックスキージュニア世界選手権ではパシュートで銅メダルを獲得。ノルウェー選手権の 30km では優勝して飛躍したシーズンを締めくくった。2008年のジュニア世界選手権では 5km、10km、リレーの3冠を達成した。2009年ノルディックスキー世界選手権では 30km とリレーで4位、パシュート6位、10km10 10位と、 メダルなしに甘んじた。ノルウェー選手権では 30km で2度目の優勝。初のオリンピック出場となった2010年、バンクーバーオリンピックでは 30km7 位、15km6 位、リレーで金メダルを獲得した。自国ノルウェーでの開催となった2011年、ノルディックスキー世界選手権ではリレーと 30km で金メダルを獲得。パシュートでは銅メダル。 1 0トル4位とマリットビオルゲイに次ぐ大活躍を見せた。クロスカントリースキーワールドカップでも初勝利を挙げ、総合自己最高の4位となった。2016年9月、抜き打ちのドーピング検査で禁止薬物のクロステボールに陽性となった。ヨーハウグは使用していた。リップクリームに禁止薬物が含まれていたと弁明していたが、 スポーツ仲裁裁判所が2016年10月から18 1ヶ月の資格停止処分を決定した。これにより2018年ピョンチャンオリンピックに出場できなくなった。ありがとうございます。